今回改正される税は多岐にわたりここ数年で最も大きな税制改正になります来年4月末に期限が切れるエコカー減税は適用基準を段階的に厳しくしながら2026年4月まで延長します岸田総理が掲げる資産所得倍増プランの柱になる NISA の拡充では 年間に投資できる枠を今の120万円までから360万円までに拡大し非課税期間を無期限にしますまた国際的な合意に基づいて年間売上高が1000億円を超える多国籍企業の最低税率を各国に合わせて15%とし海外で課税率に不足があれば課税する制度を2024年度から導入します 中国などの海外リスク、円安、そしてこの税制改正が大企業の国内回帰を一気に加速させる可能性もあります。